500メートル美術館ロゴマーク500メートル美術館は札幌市営地下鉄台通駅とバスセンター前駅を結ぶコンコースを利用してアート作品を展示する施設。創造力を育む直線空間をスローガンに札幌で活躍するアーティストを内外に発信している。札幌市は2006年度から札幌アートステージの美術部門として 現在の会場にて11月限定でアート作品を展示してきた。その500メートル美術館の常設化にあたり、美術関係者などで構成される委員会を設置。整備内容の検討を進め、2011年11月、500メートル美術館常設化を完了し、駅施設内の通路に設置するギャラリーとしては日本で最長の施設が誕生した。ギャラリーに、 様々なアート作品を通年で設置することで市民が国内外の多彩な芸術文化に触れる機会を増やすことを目的としている。毎日多くの人々が通勤通学で使用する通路であることが大きな特徴の一つ。開放時間は7時22時30分で年中無休。観覧料は無料となっている。地下鉄東西線、大通駅とバスセンター前駅の 各エントランスには特殊加工した錆仕上げの鉄を使用。42インチのモニターを台通駅側に4面、バスセンター前駅側に2面を配置している。展示は強化ガラスで囲まれた横幅12メートルの展示空間が7つと10区間に分かれた白のコンポジットパネルで構成されている。また、通路の横幅は狭いため、通る人は必ず展示画面に入るようになっている。 札幌市中央区大通西一丁目大通東二丁目内札幌で活動している優れた芸術家の作品を一堂に集め2期に分けて展示した札幌だけではなく日本で世界のアートシーンの将来を担う若手作家が日常をテーマに絵画、彫刻、インスタレーション、映像、写真等の分野を展開したエクセシブ、エクセシブとは過剰、 浄化といった意味を持ち、明らかに一線を超えた作品形態や並々ならぬ作家の姿勢を表す表現の一要素である。現代美術が持つ多様性や自由さを可視化するとともに、同時代を生きる芸術家たちの力強い一面と出会える展覧会である。無料でアート作品を観覧することができ芸術を身近なものにしている反面、問題も生じている。 500メートル美術館は、市が約1億円を投じて、改築、運営しているが、予算の関係上、半分以上の壁面は、剥き出しで監視員は常駐せず防犯カメラのみ、設置の状態。また、展示作品についても保険がかけられておらず、破損、盗難においては、作家の責任という規約名義があり、防犯設備の不備が問題視されている。実際に、 インスタレーションの中に紙パックのゴミが投げ入れられていたり、作品にタバコを押し付けた跡が付けられていたりと、作品の存在な扱いが目立っており、設備や保険、保証の不備をはじめとする美術品の粗雑な扱いが増えていくと、これからの提供内容の劣化につながると懸念する声も出ている。ありがとうございます。